ドーミシ、コタネです。はい、新居一発目の動画です。ちょっとね、物が少なすぎて家具なんもないんですよ。だからめっちゃなんかちょっと声響いて怖いなって感じなので、あんまりねちょっと今日大きく喋れないんですけれども、ずっとこんな感じのトーンで喋ると思うんですけど、すいませんご了承くださいませ。はい、というわけでですね、本日は一重でも目元パッチリさせたい琴音の毎日メイク、イエーイ。では早速いってみましょう。レッツチェックオー。はい、私の使ってるメイクポーチはライアンちゃんのメイクポーチ。これはジョンからいただきました、ありがとう。マジで可愛すぎて、しかもめっちゃ容量入るから愛用させていただいてます。まずはですね、スキンケア、こちらを使って、化粧水パックで拭き取り化粧水としても使えるので、これでまずは肌の調子を整えてます。これもね、愛する愛するチョアからいただきました、本当にありがとう、ありがとう。そしたら次はこちら、エスペリンダエビーゼイカリエイジングメイクアップベース、これは化粧下地ですね。これも愛する愛する蝶からいただきました、ありがとう。てかさ、マジで本当に今はだいぶ少し落ち着いたけど、マジで12月中旬からは引っ越しで忙しすぎて、なかなかいい物件見つかんなくて、うち内見8件くらい回ったからね。やばくない？違う不動産に、私内見8件くらい行ったんですよって言ったの。そしたら、8件も行ったんですかってめっちゃ驚かれて、なんか大体普通3件くらい、まあ多くても4件くらいらしいの。選択肢がいろいろありすぎると逆に選べないから、3件ぐらいで収めた方がいいですよって言われて、だからみんな物件探すときは内見3件ぐらいの方がいいかも。そしたらファンデーション、キルカバー、ちょんちょんちょんと塗って、付属の専用ブラシで塗っていきます。あ、で、そうなんでそんな8件も行ったのかっていうと、もともとね、物件決まってたの12月中旬ぐらいに。で、なんかそこの物件はなんか内装工事が必要ですみたいになって、まあでも12月下旬か中旬には終わりますので、まあ、そのくらいに引っ越せますっていう風に言われてたんで、ああ分かりましたと思って、で気長に待ってたら、なんか12月の上旬ぐらいに、すいません工事が長引いちゃって、何日までに終わるかも分かりませんって言われちゃって、と思って、探さないといけないじゃんっていう感じになっちゃって、で、はるかが12月18日には引っ越す予定が決まってたの。だからもう12月30日にはチェゴハウスを解約する手続きをもうやっちゃったのね。だから12月中にはうち引っ越さないといけないってなっちゃって、で、もともと決まってた物件が1月の中旬には工事が終わると思いますって言われて、いや、それじゃ絶対間に合わないじゃん。12月までには引っ越せる物件をめちゃめちゃ探しまくって、やっぱ間取りとさ、実際に見た感じとはまた全然違うから、めちゃめちゃ探して、まあ、やっとここ見つけて済んだって感じなんですけど、はい。そしたら次はシェーディングに移りたいと思います。これはペリペラのシェーディングです。で、この斜めになってる筆で一番黒い部分と真ん中の部分混ぜながら塗っていきます。うちはここがちょっとコンプレックスなので、ここを重点的に消していってます。なんかまずは先に顔の土台を作ってるって感じですね。あとこの頬骨の感じもこう斜めにシャーシャーシャーってやってます。あとおでこのここもね、1,2,3 箇所ハイライトも塗っちゃいます。ハイライトはセザンヌパールグローハイライト01番です。顎に塗って、あと頬ね、頬の位置下に下げたいので、なんていうの、目のここよりちょっと行ったあたりから下にこうやっていってます。で、あとおでこにも塗るんですけど、眉と眉の間のここの空間をハイライトで塗ります。いい感じに立体感のあるお顔になったかなと思ってます。あとね、若干ノーズシャドウもやる。ノーズシャドウは、まあ、ここら辺使って、眉毛のこのラインに沿って塗ってます。
割とここも濃いめに塗ってますね。あとはここ縦にウサギラインって言ってるんですけど、ウサギラインもしっかり。あとここね、ここねめちゃめちゃ大事だと思ってる個人的に。本当にちょっとの差だと思うんだけど、全然変わるんだよね印象が。オッケー。そしたらさっきのハイライトで、今も塗ったんですけど、この今は丸くなってるじゃん鼻のここで、丸くさせるためにやってからここの線を少し塗っていきます。さっきのおでこといい感じにつながって顔の立体感が出たよと思います。はい、ではこちら No More Roots Kate のデザイニングアイブロウライトブラウン系を塗ります。一番濃い部分を眉尻に塗ります。で、最近意識してることがあって、うち結構外心顔だから顔を少しでも中心に寄せるためにこの眉山をね、ちょっとほんのちょっとこう内側に寄せた。一番薄い色と真ん中の色を若干混ぜながら眉頭に塗ります。最近ね、平行眉っていうよりかはこう眉頭がこうちょっとこうなってる、こうなってる眉毛に憧れてて、 TWICE のももちゃんが結構眉頭がこうなってるの。その眉めっちゃなんか可愛いなと思って憧れてちょっと真似してます。なんだろう、なんかねめちゃセクシー、セクシーさを感じるんだよあの眉毛。私だけかな。 Dior のマキシマイザーで唇の保湿をします。これも愛する愛するチョアからいただきました。本当にありがとう。マジね、チョアプレゼントのセンス良すぎるのよ。チョアからもらったものめちゃめちゃ愛用してるからね。しかもさ、新生活始めるっていうので炊飯器もねくれたチョアいるんですよ。マジで助かります。本当にありがとうございます。一人暮らししてめちゃめちゃ思うことが、本当にね思った想像以上にお金かかるんよ家具って、電化製品とかも。だからさ、もう本当にね助かるのよ、ああいう炊飯器とかさいただいて。こういうさ化粧品の道具とかもさ、まあまあするじゃないですか。だからさ、もう本当にもう 助かるなっていうか、本当に嬉しいなってめちゃめちゃ思います。本当にありがとう。眉マスはこちらキロブローを使ってます。全体的に眉毛を整えてます。そしたらお待たせしました、アイシャドウに移りたいと思います。アイシャドウはこちら、大好きな大好きなズーシーです。これもね大好きな大好きなチョアからもらいました、ありがとう。まずこちらを使って全体的に塗ります。この辺までちょっと塗ります。外心側だからさ、ちょっとでも内側に寄せたくて。で、ここ一番下の色を使って、前までねグラデーションをやってなかったの。こっからさグラデーションするじゃん、一般的なやり方だから。外心側にはさ、なんかちょっと雰囲気だなと思って、かといってさ、こっからさ、内側からさ、外側にかけて薄くするっていうやり方もなんかちょっと違うなって思ってて、だから単品で全部統一してたんですけど、やっぱね、グラデーションやると華やかさが全然違うっていうことに気づいて、ちゃんとグラデーションするようにしてます。目尻から目頭にかけて、まあ、ちょっと薄くする感じで。そしたら一番上のこれで目尻にちょっと塗ります。はい、今度はこちらのクリオのストレイキッズの101番のこちらのお色を使って目頭の方にちょっとこう塗ってきます。こういう感じです。ここにも塗ってます。で、先ほどのズーシーのこちらのお色を目の下に塗ります。で、今度は逆グラデーション、こっちの方が明るくてだんだん薄くするみたいな感じで、今度は先ほどのこのお色を使って目の
下に塗ります。目の眼球の真ん中まで。そしたら今度はさっきより細い筆で、今度はこの色を使って目尻にちょっと塗ってます。かわいい、めっちゃかわいい。こういう感じです。やべやばい、目にやってしまった。そしたらこちらシピシピ、これもチョアからいただきました。ありがとう。なんかはるかが眼球の真ん中にちょっとつけるといいよって言ってて、最近はそれを取り入れてる。そしたらこちらラスティング 3D シャドーライナー、これは涙袋カキカキです。割としっかりめに描いてます。そしたらアイライナー描きます。キスミーヒロインメイクの茶色を使って、こうまつげとまつげの間を埋めるみたいな。どう？これで目元は完成かな。そしたらまつげを上げます。ビューラーはこれ使ってます。これね、一重用ビューラーなの。一重にめっちゃ適したビューラーでめっちゃ上がる。これもね、チョアからいただいたんですけれども、ありがとう。で、はるかとかまほとかも使ってみてたんだけど、え、すごい、めっちゃ上がるって言ってた。だからこれはおすすめ。今ね、こっちやってみたんだけど、めっちゃ上がらない。今まつげに何もつけてない状態です。で、マスカラはこちら同じやつの、これもね、一重用マスカラです。これと同じメーカーのやつ。コームはこんな感じ。うん、そうち、マスカラ下手なのかわかんないんだけどさ、いつもさ、まぶたにつくの、マスカラが。つかないやり方に誰か教えてください。こんな感じで、下まつげもしっかり塗ります。リップはこちら、これね、クリスマスプレゼント企画、こちらの動画でまほちゃんからのプレゼントなんですけど、これめっちゃいい。びっくりするぐらい落ちない。まほちゃんありがとう。で、唇薄いのでちょっとオーバーリップ目に塗ってます。そしたらリップ、こちらアイムミニミステリーブラティント009番を使います。気分によってはこういう時もあるし、こちらグリッターマットのティントオイルを、これはね、結構プルプル系なので、なんかグロスっぽい役割をこれでやってます。そしたら私の毎日メイク完成。はい、ということでお着替えと髪の毛のセットしました。私の毎日メイクはいかがだったでしょうか。目元とか結構華やかになって、一人でもパッチリしたかなっていう風に思ってます。私なりの解釈とかそういうのが結構多いので、まあみんなの参考にちょっとでもね、慣れたらいいかなっていう風に思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと SNS もやっておりますので、皆さんぜひフォローしてください。以上、最後でした。バイバイ。